西郷局肖像西郷局墓所西郷局説もあり、天正17年5月19日は、戦国時代、安土桃山時代の女性。父は、戸塚忠春という。母は、西郷氏。通称は、お愛の方。徳川家康の側室であり、江戸幕府、第二代将軍、徳川秀忠、松平忠義の聖母として知られている。陰号は、宝団員。 三河西郷氏は、現在の豊橋市西郷港区あたりに本拠を置いていた。西郷局の外祖父、西郷正勝の頃には、三河国内での影響力は、今川義元の参加で名脈を保っている程度にしか、過ぎなかった。母は、今川氏の命であろうか、ととうう海国の住人、戸塚忠春に課している。成長して、最初の夫に課したものの、先が垂れて、 家父となっていた。そこを、同じく性質に先立たれたいとこ、最後を勝の形質に臨まれたという、義勝との間に一男一女を設けている。一説には義勝が、最初の夫であるとも言われる。元気二年、武田氏の先見、秋山虎重の南進を阻むため、遠赤の菅沼忠だに協力した武広合戦で、義勝が落命する。またしても、 未亡人となったが、彼女の産んだ男子は幼すぎて家督が告げなかった。やがて、母の弟、西郷清院の幼女として、徳川家康の側室に臨まれ、秀忠、忠義を産んだ。天正17年に38歳で死去した。死後の寛永5年になって、正一位が送られた。当時の将軍、徳川家光は孫、翌年即位した、名将天皇は早村にあたる。 西号局は、美人で、また恩は誠実な人柄であり、家康の信頼厚く、周囲の家臣や次女たちにも好かれていた。また、郷土の金丸であったらしく、とりわけ盲目の女性に同情を寄せ、常に、衣服飲食を施し生活を保護していた。そのため西号局が死去すると、大勢の盲目の女性たちが、連日、寺門の前で、彼女のために後世を祈ったという。なお 不確定ではあるが、西郷局の死因は、罪が不確定のまま殺害された、家康の性質、月山殿に仕えていた次女による暗殺、毒殺という説もある。秀忠の意不刑にあたる彼女の残した男子は、徳川よりのぶつけになるなど、西郷一族は、秀忠の知性で優遇される。しかし、秀忠が、家康ほど長命でなかったため、その映画は、極めて短かった。 おじ、新院の家系が、安亡国登場藩の大名に取り立てられたのが、最高である。ところが時代が流れて、徳川綱吉の頃には歓喜を被って、大名の座から転落、五千国の旗本となっている。徳川家信の頃に五千国を復権し、一万国に回復するが、その五千国も、意図も簡単に失い、元の五千国に戻ったと言われている。ありがとうございます。